この動画ではストリームインターフェース、動画の検索方法と動画の表示で利用できる要素を学びます。ストリームにアクセスするには、Office365 環境のツールパネルをクリックし、アプリケーションのアイコンを探して、その上を選択します。ストリームのトップページには、動画やチャンネル、連絡先やグループのロケーターがご覧になれます。すべて独自コンテンツで、動画や再生リスト、チャンネルイベントや動画の追加の可能性などのオプションがあり、最後にサーチエンジンへのダイレクトアクセスがあります。下部にはツールを正しく使用する方法を教える一連の説明ビデオが表示されます。検索を選択すると、動画やチャンネル、連絡先やグループのロケーターにアクセスできます。検索をご希望の要素の名前を入力し、表示の順番を指定します。キーボードのエンターキーを押して検索を行い、ご希望の動画をクリックします。動画の表示では以下の要素をご利用になれます。再生、停止、音量と動画の長さの制御、画面サイズの拡大縮小設定、さらに共有をクリックすることで別の人と共有したり、画面に表示されるオプションを選択して再生リストに保存したりできます。右側に推奨の関連ビデオが表示されます。あなたの番です。ストリームにアクセスして科目に関連する情報を検索しましょう。ご関心のあるチャンネルに登録しましょう。